西田直人は大阪府柏原市出身の元プロ野球選手、実業家、宇藤左田。中学生時代にボーイズリーグのヤオフレンドに所属。3年時に出場した全国大会で準々決勝への進出を経験した。大阪桐蔭高校への進学後は1年次の秋からベンチ入りを果たした。2年春の第82回選抜高等学校野球大会に 出場すると、東海大防洋高校との1回戦で3アンダー5、打点と活躍。チームも9から2というスコアで解消したが、2回戦で大垣日大高校に敗れた。3年春の大阪大会では、近畿ナンバー1の左投手と呼ばれた今村市議から、大会試合通算24号の本塁打を放った、ことで一躍注目された。3年夏の選手権大阪大会では、 石川慎吾を擁する東大阪大柏原高校と決勝で対戦。最大で5点差のリードをつけながら、押し出し支給で、さよなら負けを喫した。高校の同級生には、山足達也、一学年先輩に、江村直也、一学年後輩に、藤波慎太郎に、二学年後輩に森友成がいる。藤波とは、後に、阪神タイガースでもチームメイトになった。 2011年のプロ野球ドラフト会議で、阪神から3巡目で指名。契約金5000万円、年俸600万円という条件で入団した。入団当初の背番号は33。2012年には、ウエスタンリーグ公式戦71試合に出場。打率237、17打点を記録した。出場試合の大半で遊撃の守備についたが、 遊撃手としての守備率は926にとどまった。他には二類種として出場することもあった。2013年にはウエスタンリーグ選抜の監督推薦選手としてフレッシュオールスターゲームに出場。チーム唯一の打点を挙げた。7月28日の対横浜 DNA ベイスターズ戦後回裏に代打で一軍デビューを果たすと6回表から 試合終了まで二塁の守備についた。しかし、この試合で二三振を喫すると、以降の一軍公式戦には出場しなかった。ウエスタンリーグ公式戦では、92試合に出場。打率、241、日本塁が、14打点を記録した。守備面では、新人の北条文也がもっぱら遊撃手として、起用された関係で、大半の試合に二塁手として出場。 二塁で守備率956、遊撃で守備率966を記録したほか、試合によっては一塁や三塁を守ることもあった。2015年には一軍公式戦への出場機会がなかった。ウエスタンリーグ公式戦には88試合に出場。打率223、1本塁打という成績に終わったため、 11月17日の契約交渉では推定年俸580万円で契約を公開した。2016年にも一軍公式戦への出場機会がなかった。62試合に出場したウエスタンリーグ公式戦では打率238日本類打13打点を記録。一軍監督へ就任した元チーム名と 金本智明の方針で大半の野手が一軍を経験したにもかかわらず、西田以外に一軍へ昇格できなかった内野手は坂勝彦だけであった。シーズン終了後にフェニックスリーグへ参加したが、球団から支配下選手契約の解除を通告。11月14日には育成選手契約へ移行したことに伴って、背番号を133に変更することが球団から発表された。 2017年には、阪神に在籍する唯一の育成選手として、春季キャンプから2軍でスタート。レギュラーシーズン中の6月17日には、支配下登録選手へ復帰するとともに、背番号を93に変更することが、球団から発表された。2軍首脳陣からの推薦によるもので、同月19日に NPB から支配下登録選手として、 正式に公示されたが、一軍公式戦への出場機会がなかった。2018年には、ウエスタンリーグ公式戦67試合に出場。打率、177、日本塁が9打点を記録した。二軍が8年ぶりにリーグ優勝を果たしたことから、10月6日には、読売ジャイアンツとのファーム、日本選手権にも途中から出場。 チームの12年ぶり選手権制覇の瞬間に立ち会った。しかし、一軍昇格の機会がないまま、翌7日に、球団から戦力外通告を受けた。西田自身は、NPB 他球団での現役続行を希望していたため、11月13日には、シートバッティング形式の12球団、合同トライアウトに参加。4人の投手に対して1アンダーを放ったが、 NPB た球団から獲得のオファーを受けるまでには、至らず現役を引退した。12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ。2019年1月27日に現役引退の報告を兼ねたファンミーティングを大阪市内で開催。自営業者として同年からオーダースーツの訪問販売や受注販売を始めることを明らかにした。 この席では野球は元より服やスーツも元々好きなので人生で2回も好きなことを仕事にできるのは幸せ。これからは自分のような立場でセカンドキャリアに悩む選手たちに向けて野球以外でも活躍できることを証明したいと語っていた。後にスーツの生地を扱う店舗などでの修行を経て同年4月からセットデイチというブランドを展開中。 柔軟なバットコントロールによって広角に打ち分けるバッティングに定評があった。高校時代は一塁手であったが、阪神への入団後は遊撃手を希望。入団当初は保守以外の全ポジションを守らせながら適性を見極めていく方針も立てられていた。もっとも実戦で外野の守備についたことはなく、現役時代後半のウエスタンリーグ公式戦には一塁手や、 指名打者として出場することが多かった。もともとは左利きで箸を持つときや字を書くときには現在でも左手を使う。ジップの勧めで幼稚園のときに右手でボールを投げられるように強制した。現役からの引退を機にスーツの訪問販売業を営んだ背景には両親や実施がアパレル業界に従事している家庭環境の下で幼少時から ファッションセンスを磨いてきたことにもよる。本人の弁によれば、スーツに着目したのは、阪神時代の遠征中の体験から、ジャージーやスウェットのように伸縮性の高いスーツの必要性を感じたことにあるという。スーツ職人へ転身した際には、現役最終年の阪神二軍監督で、翌2019年に一軍監督へ就任した矢野陽大から、 いつか俺のスーツを作ってほしいと要請。2019年の NPB ドラフト会議の前には、自身が会議で着用するスーツや、シーズンを共にした1.2軍の全コーチへ送るための、スーツのオーダーを実際に受けた。ちなみに、矢野は、このオーダーをすべて自費でまかなったという。ありがとうございます。